浅漬けを作っていきたいと思います。材料は、こちら白菜、白菜4分の1ぐらいと、それから、キャベツ、キャベツ半玉、こちらと、あと大根、それから調味料、塩昆布と鷹の爪、それからお酢と醤油、あとは3時間ぐらい冷蔵庫に入れておきました。こちらが大根、550g、こんな感じになります。そしてこれ
はキャベツ1/2玉なんですけど、そしてこれは白菜1/4ちょっとになりました。では、それぞれ容器に移したいと思います。ちょっと味見をしてみたいと思います。醤油と酢と砂糖のバランスが最高です。歯ごたえもいいし、いやこれ本当おいしい。しょっぱすぎず甘すぎずベストです。キャベツ、はい、いただきます。全然違う。これも、酢が効いてるんですけど、やっぱり塩昆布の旨味がすごい広がってね、とっても美味しいですね。もうキャベツの歯ごたえもすごくいいです。そして、最後はこれ、白菜いってみます。やっぱり白菜は顆粒だしを使っているので、そのだしのね、香りがふわっと出てきて、塩と砂糖のバランスもいいですね。そんなわけで今回は、浅漬け3種類を作ってみました。とっても美味しくできました。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。